さあ今日も尾瀬ヶ原を映していきます。なんかガスが抜けてきております。昨日よりかちょっとね濃いかなって思ったけど、まあ、朝は結構ねガスが濃かったみたいです。でもだんだんこれ上がってくる感じで、なんかすごい多分いろいろな雰囲気というかカラーの尾瀬が今日は見れるかなって思いますね。お客さん結構増えてきました。ジャパニーズポートは YouTube のね方を見てくれて、都合つけて愛知県から来ましたとか埼玉県から情報を聞いて来ましたとかいうね話があったんで、すごい嬉しい気持ちでいっぱいです。やっぱりあの水場所が今がピークですっていう風にね言ったから、こうまあみんなねいろんなね理由があって来れる人もいれば来れない人もいると思いますが、こうやってね情報配信することによってまあ来れる人は来るっていう形で一個のね情報源となっているようで、もうそれが超嬉しく思いますね。虫キング早っ。いいね。こんにちは。すごいとかで休んでるね。なんか今日天気良くてさ、だんだんいい感じになってくるからさ、気持ちよくない？日吉ヶ岳多分見えるよ、もう。すごいね。え？日吉ヶ岳がもう見えますよ。あ、こんにちは。いや、日吉ヶ岳がもう見えますね。ねえ、もうちょいで来ますよ、これ。いいね、このやっぱり鳩町峠からこう歩いてくるとガスが抜けていってこういう感じの景色いいですね。虫キング歩き方めっちゃ意識してる。歩き方めっちゃ意識してるでしょ。もうすごい前傾姿勢になってる。あ、先どうぞ。どうすんね。あ、右行く？あ、いやいやいや。あ、自分ですか？自分10年目になります。でもこれでも短い方です。あ、今から後ろから来る方が28年目ですね。もう狂ってますよ。目の前の子は1年目の子で、目の前は1年目なんですけど、話しました？でももうこんだけ喋ってるんで、もともとのこうポテンシャル高くて、足の運びはねまだまだなんですけどね。人のこと教えて、なんかこう先輩が教えてくれたりする。でも先輩が教え、まあ少し気になったら言うくらいで、みんな歩き方は人それぞれ正解があると思うんで、自分の体は自分でしかないので、なんで自分でもう見つけるしかなくて。虫キングは後ろの荷重だって言われたから、すごい前を意識して。スマホ終わって、うん、今 YouTube 撮ってんの。なんで YouTube やってるから。 YouTube やりながら運んでる。そうだよ。毎日？そう、俺 YouTube ボッカーの後傾荷重虫キング、今前傾荷重にしてます。集中してる？集中してます。話かけない方がいい？いや、どうですか？いや、結構
キロ温泉小屋の時より楽に感じますね。あ、本当。5キロ重いはずなんですけど。うんうん。はい。でも歩いてる感じがなんか気持ちいいなって思う瞬間があったら、はい、もうそれはそれで正解なんだろうなと思うけど。ああ。でもなんか今はそんな時期だよね。なんか見た感じぎこちなくて。はい。うん。自分でもちょっとぎこちないでしょ。いやー、そうですね。もっと自然な感じで。うん。息を意識してるんですよ。それを多分意識してる。ああ。でも意識ずっとしてるけど、ずっと最初は無意識になるようにこうなんだろう、はい、最初は意識してでずっと意識し続けると勝手に無意識になるからさ、はい、そうなったらもう本物ですよだから俺も最初意識してさ、はい、聞こえなくてみんなからさ笑われたけどさうるせえって思ってお前らなんかいじられたでしょなんか小鹿みたいなって言われてでも意識して大げさにやったんです最初は。あ、大げさに意識してやって変だけどずっとそれをやり続けてで、だんだん無駄な部分を削っていって、はい、で、自分のあり方を作っていったからだから、俺も虫キングめっちゃいじろでもまず、上半身がすごいこう、はい、なんか前が、頭が前にいやいや、出過ぎとかじゃないよ、いいんだよ、はい、なんか、やってんなって、腰から頭が前に意識してんなって思って、はい、なんか胸と膝と爪先の位置を揃えるみたいな。そうだね、そうだね。なるべく前傾でやってるんですけど。なるほどね。で、後ろ足を送る感じのイメージでしょ。はい、はい、はい、はい。で、設置の時は設置っていうか、なんていうか足の指で地面を握りながら。そう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 、母子球について指で、そう、地面を掴み取る感じで、はい、木道を掴んでってくださいいやでもいいと思う。歩き方全然違うもん、前と。マジか。うん、全然違うよ。いや、でも多分ほぐしてもらったりなんかやったから、うん、ね、あ、そうなんだ。はい、なんか使ってることと違う感じがするんだけど。あー、へー、ちょっと違うんだね、はい、いいと思う。でもじゃあそれを意識しながら、はい、トンネル小屋に荷物を背負っていくの。そうですね、了解です五十嵐さんも今日歩き方を意識して歩くって言ってたから。ああ、うん、この時期は本当に YouTube なんか撮影しないで歩き方をやった方がいいですよああ、五十嵐さん抜かれちゃった。五十嵐さん言ってくれれば休んだねえやばいです、ジョジャー間に合わないです。なんか早いなと思ってたのに、そういうことだった。あ、そうなんだ。そう、絵面はもうね、リュウ君頑張ってんじゃんと。はい、口首にいるの全然わかんないから。あ、さて、コンコミしてる。あー、今日マークを真面目に飛ばしてんなと思ったら、はい、気がついて目の前に行った。あははは、抜かれてんじゃんと思って。でも五十嵐さん、歩き方ちゃんと意識しながら歩いてきてください。ずっとずっと来てる。 OK です。やばいです、お客さんと話していたら、時間があっという間に過ぎちゃうんですよ。本当。そう、絵面はね、もう黙々と背負って竜宮小屋にも着きそうな勢いですね。やっぱ同じペースですね。今何時？今10時18分です。はい、でもいいペースですよね。虫キングもだいぶ歩き方意識して気持ちなかったです。え、めっちゃ早い、めっちゃ早いっす。見えます？あー、早いね。イモリ池って言うんですか、そこ。うん、え、五十嵐さんがつけた名前。いや、なんかみんな言ってる。あ、そうなんすね。31分じゃ全然違う。そう、間違えました。でしょ。
はい、そんなわけねえと思って飛ばしてだから38分って言ったでしょ。はい、もう飛ばすことは諦めましたね。あとあのペースで頑張って38分ねって言ったら、はい、まあ合ってましたね。スローダウンしたから。スローダウンしたからまあ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 10時半から11時の間に行きますって言ってた。大丈夫でしょ。あ、ゆかさん、やしろ小屋待っててください。普通に別に普通で普通ですけどね、話しながら歩きながら喋るだけなんで、だから時間関係なくて、ヒューチ小屋着いて俺飯食って、お世話で飲んでる。ああ、俺も T シャツ買いに行きます。了解です。意外と仕事終わりに絶対ビール飲んでますからね。はい、今まで言ってなかったけど。群馬県側も天気が良くなってきそうです。風もあってちょうどいい感じで、止まってるとちょっと寒くなっちゃうかなっていう。気温ですね。私物山荘を出発するときにマー君がちゃんと普通に行けば38分に到着するって言ったんですけど、確かにちゃんと背負ってれば38分、今現在の38分です。やっぱね、タイムマネジメントだけは。今38分ぐらいでしょ。今38分。めちゃめちゃビタビタですね。合ってますね。ちゃんと背負ってれば、その今ぐらい着いたでしょ。今ぐらい着いたね。さすがだな、そこは、そこだけは尊敬する。こんにちは。あと、伊賀さんがちゃんと歩き方やってるけど、後ろから見るとやっぱり癖がありますね、伊賀さんの歩き方。はい。天気は想定内の天気で気持ちいいですね、やっぱりガスからの、こう天気が良くなってくる、この変化があると気持ちいいです。予想通りですね。予想通りですね。まあ、これは誰でも読めますよね。はい、ここから龍金華ロードです。ちょうどいいですよね。はい、早かったっす。はい、五十嵐さんの声が通ったんじゃないですか。言ったっすよね、去年物申してましたよね。はい、いや、こんだけ咲くんだなっていう。いや、ここめちゃめちゃ綺麗ですよ、龍金花。ああ、なるほどね。これはもう鹿さん買ってくれた人に感謝するしかないですね、俺たちはね。名指しでした。多くの方が関わっております。ここ龍金花めっちゃ綺麗なんですよ。なんか今は水場所っていうよりも龍金花って感じが。ここはね、だここって結構黄色いロードですよね。夏になったら日光キスゲもこの直線上にこういい感じで咲くじゃないですか。まあここは咲かないけど、ちょっと先あっちゃダメだね。仕方がないから。まあそれはしょうがないよね。右にこの川あるでしょ。はい、これ沿いにバーってもう真っ黄色になるんだよ。龍金花、うん、あ、そうなんだ。向こうがバーって、へえ、まあ、そんな雰囲気はありますもんね。あ、本当はじゃあここバーってあるんだ、うん、じゃあこの鹿作を繰り返していけばまた戻るですかね。楽しみだ、それは。ああ、肩がどこで休むんですか。そこっすか。ちょっとワンクッション置いたら俺も行きますわ。多分竜宮あたりでね、記者がいるんで、記者に会う時には余裕ですっていう感じでカッコつけていこうかな。それ木造のやつ。いや、違います。牧歌の話じゃないですかね。
じゃあ岩井さんも一緒にやります。まあね、そう言って言うと思ったよ。三河さんもめちゃめちゃ足歩き方気にしてやってんなってこう伝わってますよ。虫キングと五十嵐さん歩き方やってますなんか嫌だねかっこ悪いですね。歩き方やってます。もっとなんかはい、いい言葉がない、浮かばないでしょ。言葉貧しい。え、言葉が貧しい。学がないよ。ああ、学ないっすね。言葉が浮かば、いい言葉が浮かばない。ここですよ。まあ俳句からしてそうだと思うんですけど、それはもう今に始まったことじゃないですよ。よっぴだな。羽田くん。ちょうどよっぴだ。あ、じゃあまああんまり変わんないじゃん。ベンチに着くかどうかぐらい。あんま俺たちのペース変わんなくないですか。いや、あっちの方がちょっと長い感じ。なんか足の運びが早いっす。虫早い早い。で今前傾姿勢にちょっとしてるんですよ。前傾姿勢にするから余計こう。でも前からは前傾、なんか、うん、感じました。江澤君的ななんか前のめりかなと思ってて。あ、へー。だからストローかな、回転も入んだなと思ってたけど。あ、そうなんですね。重心後ろなんだと思ってあれで。いや完全後ろですよ、どっからどう見ても。そうなんだ。はい。で、あれどっちだっけな。左足か？うん。左足の荷重？後ろでしょ？そう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 。それはね、見ててと思ったんでね。ああ合ってたんだっていうのでちょっと嬉しいですけどね。あれかな、ローテーションの組み合わせ的に。はい。歩く姿あんま見ねえからかな。そうなんですか。でも今日みたい、今日の日は確定ですもんね。前もあったですもんね、見晴らしで。東電でしょ。東電。うん。その時だけか。そうっすね。かぶるね。その時だけです。だいぶじゃあ見れないじゃん。そうそう。やっと竜宮着きました。ここから俺はちょっと、まあ取材って言ったらあれですけど、なんかね、記者の方が、お話を聞きたいということで、そちらの方にやっていきます。ジャパニーズポーター日打ち小屋の昼食これなんだっけ、腰油ご飯、はい、めちゃめちゃうまそう。いつもこうやって日打ち小屋さんのご飯豪華なんです。ありがとうございます。いただきます。はい、どうぞ。日打ち小屋の甘酒、最高。もう来てますね。なんすか、着替えたんすか。じゃあこれを着て、はい、マー君がすぐ気づく。気づくでしょ、もう速攻着てんじゃんと思って。自然ですけどね、でもね。マー君がね、やりやましがるんじゃない。いや、もう俺財布持ってきたんです、だから頭いいよ、マー君。はい、井川さんがこれ買ってなかったらあれですよ、ちゃんと話しますよ。これ、井上さん、ちゃんと自分で買ったんだったら、俺ちゃんと自分で買います。僕、会計してないからよくわかんない。あ、そうなんですね。4人に、じゃあ。忙しいから、承認が捕まるかどうかわからないですけど。何ですか、それは。でも、井上さんの顔を見る限りも、マー君、でも、M 入んないんだよ。だから言ったじゃないですか。俺は L って言ったじゃないですか。逆に。M なんて言ってませんよ、俺は。M です。僕は L がいいんじゃないですかと言ったんですけど。はい。M です。うるさいね。いいじゃないですか、 XL だって。そんなん別に、そんなサイズは自分で決めますよ、自分のサイズくらい。それを買いに来たんですか。お疲れ様です。五十嵐さん、これ自分で買ったんですか。お前来てる、もう来てるんですよ。早くないですか。いや、もう速攻気づくでしょ、これビール飲みながらこうつまみで。これ生ハムですか。すごいよね。えこれリアルハムですか。リアルハムです。ここで4人かけると。あ、そうなんすね。へえ。俺にはないんですか。俺にはない。
そうですね。降りてないですか。俺ビール。そうですね。お疲れ様です。まずはね、撮影終了して。はい。いいですか。俺のお腹はちょっとお腹チェック入ります。気になんないです。あ、へこましてありますね。いい写真撮れました。俺も欲しいですそれ。あげない。皆さん、あげない。皆さん見てください。大勢小屋スポンサーありがとうございます。はい、大勢小屋様からご提供いただき、自分たちは宣伝広告としてこれからは大勢小屋のために歩いていきます。歯があるかな。可愛いですよ。1957年なんですもんね。ね。はい。伊賀さん似合ってるっすよ。お世辞抜きで。いいと思います。そのカラーの色。もうこれしかしちゃダメですからね。どうですか。どうですか。私。今腹へこませるんで。おとぼしてる。え、今日向小屋のめちゃめちゃ山盛りご飯食べてきたんですよ。めちゃめちゃ良かったです。腰油ご飯食べてきました。腰油ご飯、こんなこと言ったら伊賀さんも喜びますみたいな感じじゃねえかな。コーラかね。はい、工藤さんがね、デブにはコーラって言ったんですね。悪口じゃないですか。どう思いますか。僕のイメージが下がるから。あー、出た出た出た。カメラがあるとこだとなんかこういう顔して隠しやんですね。でも誰もが合意してましたよね。だってバー君の L についても XL の方がいいって全員が言ってた。全員が言ってたんだ。満場一致で。あ、そうなんですか。え、おずぐらいのスタッフが、うん、いや、お客様だ。何お客様だ。何を知ってるんですか。お客様だ。俺も XL ですよ。今太っている。はい、受け止めます、これは。だこの T シャツにね、もっと似合うようにバキバキできます。お母さんもね、デザインイメージ一番最初にはめてもらったので、はい、結構納得のデザインです。だからこぼっかさん、ここにリュックがあるじゃないですか。ここにリュックがあるんですよ。だから今ここにリュックしてる。ほら、ここにリュックあるね。だからちょっと寄せ行ってます。はい、そういうこと。下にリュックあるように。そう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 。本当に？本当ですよ。怪しすぎますよね。怪しすぎませんよ。本当ですよ。今までリュックじゃなかった俺が。そうそうそう。でしょ？まだ持ってきてもなかったよ。でしょ？このスタイルなんですよ。なんか実際この子俺はイメージしてるんですよ。だから長ズボンじゃないですかやっぱり。でちゃんとアルトラ履いてますか？こっち見たんか。ちゃんとアルトラ履いてますかね。これはミズのウェーブライダーかもしれません。でもティートンさんコラボです、これは。そうです。はい、ティートンさんコラボ。ティートンのこのやっぱ生地がすごいいいですよ。ティートンではどっかにこれ入ってる。タグに入ってる。あ、タグに。そうですね。ちょっと。そんなとこ。ティートンブラウス。ティートンブラウス。痩せたらじゃあ何かしてください。はい、痩せたっていうかお腹を見せて6パック、分かりやすくも6パックになったらいろいろと俺の言うことを一個ずつ聞くっていう。俺の言うことを一個ずつ聞く。あーやばいっすね。なるほど。そんな一個ずつ増えるんすか。そういう筋肉なんすか。ちょっとよっと今はね、なんかね、結構ね、すごい大すごいな。これのために来てるお客様も。この間、行き合った？伊川さん。初か。行き合ってるんじゃないですかね。はい、後ろでそうあって、もう来てて。来てて。まあ、これ買ったらそこ来たらいいよね。皆さんもう来て帰ってます。ああ、はい、来て帰ってる。お持ち帰りたいです。いいっすね。ちょっとこれで今度やりましょうよ。ジャパニーズポーター楽しみです。え、マーク
袖着るかな。俺着るでしょ。半袖着ないんだよ。半袖あんま着ないっすね。だ白いじゃん。あんま着ないっすよ。どこで着る。え、僕かの時着るんだ。はい、これが俺たちのユニフォームです。こんなユニフォーム大丈夫今まででも分かんないっす。久田さん1枚じゃ足りないかもしれない。擦れちゃう。そうそうそう、そう、現像もここ、こことか穴開くんですよ。だからこのいい T シャツをね、ボッカに着なきゃもったいないんで。やっぱそういう趣旨で。そうっすよね。いや、逆にもうガシガシ使わせてもらいますな。ボッカ、なんだっけ、ジャパニーズポーターの。はいはい。あれを今ずっと俺ちゃんとここに着てた。着てます、着てます。はい。そこにこれが入って、ラインナップに入ったって感じですね。なるほど、ローテーションですね。うまく回して、あとズボンの色とのカラーリングを考えたりとかして、まあこれかあの茶色か、はい、もっと濃いこれかしかないから。そうですよね、まあ、バリエーションは少なめですもんね。合いますよこれは。そう、どれでも合うと思います。普通にでも考えていく、はい、いいと思います。ナイスです。いや、適当じゃない。適当ではない。ありがとうございます。はい、デブのためのコーラです。いただきます。糖分近くのコメ、コーメあんだけ、あんだけ言ってない。あ、ありがとうございます。え、入れるだろ。はい、大丈夫、入れてください。下にじゃないですか。下にですよ。あ、でも怪我なく今シーズンも、はい、とにかく頑張りましょう。そうですね、怪我だけは気をつけながら。コーラも入れる。これ飲むの。あ、飲みながら行きます。で、すぐ白シャツコーラこぼすんで。子供かのように。そんなことはしないで大丈夫ですよ。対戦に行きます。はい、ありがとうございました。すいません、ありがとうございます。これが俺たちのユニフォームです、井上さん。嬉しいですね。今高田来たことない。そうですよね、井上さんはね。もうあそこででしょ。で今度五十嵐さんが見晴らしの時、俺も見晴らしタイミング合うじゃないですか。その時とちょっと合わせていきましょうよ。やる荷物を背負った時にどうせ久保さんが来るから、どうせ来るから、その時に来てやりましょう。皆さん喜ばしてやりましょう。はい、で私今風の声が入ってて、多分あんまり声聞こえないですけど、まだ全然綺麗ですね。本当だ、2個咲いてる。逆にあの奥くらいのは、はい、今旬ですね。あのなかなか逆に見れないですね。あんな綺麗なの見えないです。あのドンピシャのはなかなか見れないです、ね。そうなんですよ。座禅草はねまだ咲いてるんですよ。ここだけしか今もう残ってないかもしれない。残ってないね。ちょうどいいところでなんか出会ったかもしれない。ねえ、座禅草を求めてきたんですか。いや、なんか前見た時にあのほとんどあの2本ぐらいしか咲いてるの見れなくて、なんか咲いてるの見たいなと思って、はい、下見ながら歩いてたんですけど、はい、全然見なくて。そうなんですね、ここにあるんですよ。はい、2個もある。2個もありますね。ちょうどあった。多分これしか今もうない、多分全体でこれだけだと思います。見えますね。よかったです。よかった、目に入って。ナイス、井上さん。ありがとうございました。よかったね、座禅草。さっきジャパニーズボーダーの視聴者の方からね、たまたま、座禅草ってまだありますかって言ってて、いやー、もう終わっちゃいましたね。もうないっすねって言ってたんですけど、井上さん、見つけましたね。すごいわ。やっぱあるところ分かってるからね、井上さんは。まあ、ね、でもさすがにもう時期的にないんかなと思ってました、はい、こんにちは。俺も諦めてましたね。諦めるよ。こんにちは。いや、今まで見た中で一番綺麗かもしれない。一番綺麗だった。こんにちは。大体もうちょっと終わって傷んでるから、ね、はい、傷んでないのは。だからやっぱ諦めなければ見つかると思うんですよ。
ダメっすよ、諦めちゃ。俺が諦めてなかったっ。俺が探したっつうことは諦めてない。あの中で俺だけが諦めてなかった。確かに確かに。俺はもう、俺なんて言ってました。もう遅いっすよ、くらいの話は。去年で会ったのは5月15日言ってました。もう終わってますよって言ってましたけど、始まったばかりでした。こんにちは。よかったです。よかった。あんな前奏探しにねえ来たお客さん。でもあの方がいたから俺今年いたんですよ、見ました。でしかもね、座禅奏見たいって言ってピンポイントで言って、どこにありますかって言われて、こんにちは、ここにもあるんですけどねって。はい。でもさすがにもう今年終わっちゃったんじゃないかなみたいな話したけど、はい、さか2人の会話してるもん、ここにある。今咲いたんじゃないか、座禅僧みたいな。最近神様が今産んだんじゃないかくらいの、そのくらいの奇跡が起きましたよね。こんにちは。あのお客さんに行ってあげようみたいな。はい。いや、すごいっすね。会話してる間に出たのかもしれない。そうそうそう。そのくらいの勢いの、まあ、そんなことないですよ。そんなことないけど、でも、そのくらいの。やりえ。ああ、やりえる。やりえる。ありえる。ありえる。違う。いやいや、ありえるじゃない。ありえる。違う違う。ありえるじゃない。ありえる。座禅僧なら、ありえる。じゃあ。あ、違う。これは、座禅僧なら、やりかねない的な。なあ、あいつならそういうことやがって的なやつね。にしても、龍金館は今年ある。話変わりました。やっぱ鹿、ちゃんと鹿咲く。はい。龍金館めっちゃいい。この龍金館ロード今年一番映えてますよ。マー君来てから一番あるかもしれない。確かに。じゃあこの10年間で一番いいと。そう、この10年で一番先に鹿咲くをここ。はい。一番最初やられる場所を、はい。一番最初にネット張ってくれたんだ。そうっすね。それはやっぱすごいな。やっぱりジャパニーズポーターで言い続けた甲斐がありましたね。そんなに言った？言ってましたよ。こんにちは。ずっと言ってましたよ。鹿咲くネットをもうちょっとここ早くしてほしいって言ってましたよ。本当にでも届いたんかもしれないですよ。うんうん。やっぱり俺たちは言ってきましょう。直接やりますね。かけても言ってきましょう。逆にあっちのキスゲの方は後でもいいから。はい。一番最初、ここは最後の方になってたからね。はい。いや本当に、でもこういうことをすればこういう結果が生まれるという事実がもう分かったと思います。うん、もう毎年ここからやっぱり胃の一番やってくる。増えた感じもするもんね。はい。こんななかったような気もする。本当はあったけど、やっぱつぼみでの時点で食べられちゃってましたよ。下げなかったんだ。やっぱりそれはあると思います。本当にいいですよ。久々にこんな龍金館見たの気がする。今みんなに言ってますよ、お客さんで会った人。こんにちは。こんにちは。今龍金館がいいんでつって龍金館ロードって言われて、そう龍金館ロード生やしたい。毎年あのあるくらいに出るもう確定だったので、ね、はい、言っていいよ。いいっすよね、龍金館ロード。結構ポイントポイント俺名前つけてますよ。カキズマダロードもあって、あとワタスギビューポイントもあって、あと雷小沢って小沢の名前もつけました。雷小沢。はい。雷小沢わかります？雷小沢変わったんだ、名前。雷小沢っていう名前をつけました。後でちょっと教えますよ、どこだかわかんないだろうからね。分かんない。ちゃんと教えますよ。え、そこで雷になったの？雷小沢。なんで雷小沢と名前をつけたか。本当に見ればわかります。雷っぽい音がするんじゃないですか。ああ。ガチャーン。なんか。川の音が。ああ、なるほどね。違う。そういう意見もあってもいいと思うし。
まあ、見てほしいですね。ずっと俺この小沢に、こういう感じで稲光みたいな感じがジグザグで流れてきてるみたいな、はい、稲妻のような、はい、だからでしょう、はい、正解、はい、正解なの、はい、どこでしょう、どこでしょう、どこでしょう、そこはじゃあどこでしょう、ヒントは尾瀬ヶ原か山の花館かとか、フィーリングで今まで28年間歩いた歩いてきた中で、ちっちゃいさなんかそうやってそうやって雷みたいな小沢がこう なってるところどこですか、あるじゃないですか、28年間も歩いてれば毎回見てますよ、頼んますよ、もうシンプルに考えすぎない、思ったことを言った方がいい何様ですか俺山の花から出発して川上橋の中間ですね。晴れ？わかりました。晴れ？わかりました。そんな稲妻になってる？めちゃめちゃ稲妻。しかもそこに龍金閣が入ってごらん。あんな平和なとこ。はい。雷小沢。だから雷小沢言い続けましょう。あ、僕あれでしょ。僕珍しいがいっぱい咲いてる。そう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 。どうですか？わかったでしょ？わかるでしょ、ずっと俺は稲妻だなここはって思ってて、そろそろ命名しちゃおうって、今年からもう雷小沢ってもう書いとこうかなって書くのはあれですよ、なんか YouTube で紹介するときに勝手に字幕入れる、はい、もう入れてます、昨日入れました、そうなの、はい、ポイントポイントがやっぱり分かるところがあった方がいいかなって思って、あの雷小沢は小沢だやっぱ雷小沢どっちだ雷小沢雷小沢って名前ついてました、え、ついてない、ついてないですよ、何もついてないですよね、いや、あるんですよ名前は、だから向こう、あっちの向こうがなんか猫股とかでしょ、はい、絶対沢に名前ついてるよ、あそこもだってあんな沼地、見晴らしが沼地に向かっていくと白山越えて、はい、あっちのは黄昏田代とかなんか黄昏そういうのいっぱいあるし、いいっすね、黄昏五十嵐、黄昏田代一回でも行ってみたいと思った、なるほど、道がないけど黄昏てぇなって感じですよね、昔の人つけたウサギ田代とか、ああ。いろんな、まあウサギ見たんでしょうね、普通になんかあったんでしょうね、同じこんな感じで名前つけたんだなでしょ、こんな感じでしょ多分、そうですね、言っちゃったもん勝ちです、言っちゃおうって言いましょう、大体でもそんなもんですか、名前ってだから言ったらイモリ池、あー今日言ったでしょ、はい、イモリ池、あ、知らなかった、知らなかった、伊賀さんが呼んでるあ、イモリ池はじゃあ伊賀さんが呼んでる、いや、俺だけじゃないよ、誰がついてる、平井さんとか、あ、そうなんだ、なんでイモリ池なんですか、待ってください、イモリがいっぱいいるからそう、わからない、それはわからない、それはわからないんだ、なんでイモリ池って言うんですかと聞いたら聞きます、あ、聞いたんですか、聞きますよね、あそこ名前が、まあ、あってないような場所でしょ、はい、ベンチがあって目の前にあんなに近くあって、はい、そういえば名前はないけど、はい、名前つけていきましょうよ、ちゃんとポイントポイント大事ですよ、ここどこなんですか、丘の上、向こうから来たのか、はい、説明する、下の折り先の丘の上、なるほどね、下の大堀先の丘の上、丘の上ですね、丘の上で、ここで、ここは、はい、丘の上ですって、今なんか丘の上って感じないけど、え、でもしてますよ、ちょっと高いですよ、前はこの木道はもっと、あ、もっと低かったんだ、あー、その分岐あるでしょ、はい、下の大堀に行く道のね、はい、からちょうどこの辺までが、はい、だいぶ登ってたんだよ、へぇ、1年目のきっつーと思ったんだけど、この登りが、あー、なるほど、今この平らでちょっと登ってんのぐらいですね、そうですね、そうですね、ちょっと低いとこからのところを上出せたら結構だいぶ登って坂を、あー、で、重いときっつーしてもらってこう、はい、で、登り切ったところに休み場があって、なるほど、そう、ここきついイメージがあって、
ったらもう丘に上がっていくイメージだったもん、丘の上。なるほど、丘の上。この下の方で先の、はい、下の方で先の丘の上。これから YouTube では、はい、来ました、丘の上いますよ。続いてますもんね。そういうポイントポイント、名前どんどん出していきましょう。みんながこうやってついてないやつね。そう、ついてないやつ。ついてあるやつを、だって町営振動を五十嵐振動の感じにしちゃったらね、それ怒られるじゃないですか。そうか、カメに落ちますよ。ね、仲良くしたい、仲良くしてください。そこは頼ますから。逆さ火打ちの山の花側、日光キスゲのつぼみが、つぼみはないけど、でもここが一番早いですよね。これもそうだ。このポイントがね、一番早いですよね、日光キスゲ。そうですね、本当だ。次スタンバってますね。日光キスゲだったり、ワタスゲだったり、あとレンゲツツジャ。これも沼ガエル。あ、これ沼ガエル。この音？お、音？沼ガエルでワンチャンシュレーゲルもちょっと入ってるのもあるから。うーん。え、鳴き声で分かったんすか？鳴き声で。あと姿見えないんだ。そうっすね。ここが五十嵐さん、雷小沢です。ぽいでしょ。ここら辺、ここら辺から見てください。ここが雷小沢です。よろしく。なんかもっとのどかな感じな。ああ、のどかですよ。いただきます。リポビタン D、 わしのマークの対象製薬です。飛んでくるよ。飛んできますね。3回も畑すれば一応。いただきます。いや、今3時10分、山の花いいと思う。こんな遅い日あります？あるある。はい、虫キング待ってますよ。これ静かですね。もう静かですね。お客さんがちょっと本当にこの時間がやっぱいいよね。そうですね、もうこの時間から多分みんなどこも名前が多分黄昏田代になりますね。黄昏ちゃう。ここはもう泊まりの宿泊の人ぐらいしかいない時間帯になってきてるから。そうですね、のどかだもん。でも虫キング平気ですかね。怒られないですかね。いや、怒らないでしょ。虫に平気ですか。優しいもん。優しいから、うん、どうせあいつはね、虫探ししてますよ。逆にその時間があって、あ、その時間があって、はい、嬉しいです。逆に俺たちがその時間を作ってあげてるみたいな。そうそうですね。多分虫キングは虫探しをしてると思います。皆さん、ちょっとここ止まったんですけど、見てください、これ。じゃあ三回葉が咲いてるんですよ。今俺が知ってました。止まったの、知ってた。そう、ここで三回葉が咲いてるんです。綺麗に咲いてるの。そう、ここは天馬沢がそこにあって、天馬沢を越えた、ん、山の花から来れば、ね、そっか、山の花から来れば越えただけど、鳩町から来たら天馬沢の手前の木が3つこうあるんですよね。この手前、天馬沢は何ぼだろう。100メートルくらい手前かね。100メートルくらい手前ですね。これ尾瀬の牧歌さんのテーマのお花、三花葉です。なんで、そう、あそこに咲いてるんですよ。いやいや、全然気づかなかった。皆さん、咲かないと分かんないでしょ、どうせ。いや、分かるよ。分かりました。うん、そう、あそこにあるんでね。ね、そのやめて、その前から俺は知ってましたけどみたいな。
そこは岩田さんよく見つけましたね、よく気づきましたね。それはあのカメラ切ったら言えますよ。もう今日は本当に座禅僧が見れて、三階王が見れて、でお客さんがいっぱいいて、ジャパニーズボタン見てる人がいっぱいいて、結構会話に花が咲いて、お、ここ花にかけたよかりけり。マジキンね、あれ珍しいね。お疲れです。ヨガファイヤーやってたね。いや、エズラいたんだ。いないと思って。いないと思って、ごめんね。待ちくたびれて、もう。あれ、虫キングは？冷やしてる。お疲れ。水溜まってるよ。水溜まってんの？膝に？あんまりかけてる。ああ、じゃあアイシング的な感じでやってんの？うん、そうなんだ。どうしようもねえな。去年溜まってたじゃん。俺毎年溜まってる。溜まったら冷やすといい。いや、かけないの。ちゃんと重心戻して、水をなじませる。なじませる。戻す。だってあれ修復液だからさ、水って。あ、うん、そう、だからまた戻してあげる。うん、教えてあげて。そうです。お待たせしました。なんだ、俺虫キングしかいないと思ってさ、虫キングに今山の花って連絡してさ、いずれもいたのね。そうでした、お待たせしました。いい、ね、だってマー君がまだ竜宮いる頃にはもう帰ってたんだよね、ワンちゃん。あ、でも竜宮で飯でも遅かったんだ。ああ、そうなんだ。でも俺が、まあ、おっせえなと思ったでしょ。まあ、今のびり待ってたんで、大丈夫です。ありがとうございます。山の、いや、うどん、うどん、あ、うどん、そこでうどん。マジで。いや、今度はうどん、昨日はかき氷だからって言って、今日はかき氷とうどん。めっちゃ食うじゃん。それ口くさびれた。あ、バラしてる、バラしてますよ、江澤先輩。腹減って。腹減ったら我慢できずに。いや、ほんと。